オンライン視察体験展示会訪問第1弾、チャイナジョイ2020からライブ中継、ウェビナーへようこそお越しいただきました。本日、司会を担当いたします、HIS 第3販売グループの篠原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では続きまして、本日のアジェンダをご案内させていただきます。本日はですね、トークと、中継を交互に組み合わせてまいります。本日スピーカーにアリババクラウドの大和田様をお招きしておりますので、大和田様によるチャイナジョイ、また中国ゲーム市場についての、トークと、現地会場からの中継を、交えながら、お伝えしてまいります。本日はアリババクラウドジャパンシニアリサーチャーの大和田健人様をお招きしております。チャイナジョイには初回からご参加されているということで、例年のチャイナジョイの動向から、現在の中国のゲーム市場などについて本日はお話をいただきたいと思います。では早速大和田様をお呼びしたいと思います。大和田様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりましたアリババクラウドジャパンの大和田と申します。第1回からチャイナジョイに参加しているチャイナジョイの生き字引と呼ばれております。それでは、早速ですね、チャイナジョイ2020オンライン視察体験ということで、私からのいくつかのトークをさせていただきます。はい、まず自己紹介からになります。私高校生からですので、もうだいたい25年間中国語を勉強しております。その後2003年からですね、家庭用ゲーム機の中国事業を立ち上げるメンバーということで、約10年ほど中国に滞在しておりました。その後インドネシアで起業してということで、しまして、昨年末からアリババクラウドにてシニアリサーチャー等のお仕事をさせていただいております。かれこれですね、社会人になってからずっと海外で働いておりまして、初めて日本の会社で働いたんだけども、働いた会社が中国の会社でしたというところでございます。チャイナジョイは、2002年の第1回からですね、参加して皆勤賞で、ございました。残念ながら今年はコロナの影響でいけないんですけれども、オンラインで参加をしたいなと思っております。はい、それでは早速、チャイナジョイとはということでお話をさせていただきます。このチャイナジョイはですね、アジア最大、動員数で言いますと世界最大のゲームショーというふうに言われております。具体的にどれぐらいかというとですね、去年で4日間延べで36万人の方がいらっしゃったということです。今年は18回目ということで、本当に最初はですね、第1回目実は北京でやってるんですね。本当に小さなイベントで、 SARS の前後でですね、非常にまたドタバタしていた時期に第1回目が行われたということで、まあ約20年経って、まあ、このような新型コロナというのが出てきてですね、またどのような新しい形になるのかなというのは個人的に期待しているところでございます。このようにですね、ずっと18回見てきてますので、それぞれのチャイナジョイのテーマがですね、中国のゲーム産業の発展のテーマに根ざしているなというふうに私は感じております。最初のうちはですね、本当に第1回が第5回まで国内産業の推進ということで、中国でこんなゲーム作ったぞとか、どちらかといえばそのファンイベントに近いような雰囲気でした。そこから徐々にですね、海外のゲーム会社さん、中国に投資して会社作ってください、で、安い人件費を使って、ゲームを開発して、やっていきましょうというような、海外企業誘致というのが一つのテーマでした。その後ですね、中国企業は徐々にその実力を伸ばしていって、自分たちで作れるようになってきた。ところが、その中にですね、やっぱり欠けているものは IP、 いわゆるその、コンテンツの、核となる部分ですね、ここがないので、じゃあ、このチャイナジョイを使って海外のコンテンツの IP を取ってきて中国で展開しましょう、もしくは海外のゲームを中国に展開しましょうというような、展開が行われておりました。これが約10年ぐらい前です。でここ2、3年ですね、中国の、2つの、政策点非常に注目をしておりまして、1つは、ゲームに対する、規制です。これはですね、中国においてはゲームを販売するときには出版番号という国の許可を取らないといけないんですね。この出版番号が1年以上にわたって、発行されなかったということで、新しいゲームが全く中国では、販売できないというような状況になっていたというところと、一方でコンテンツの、海外進出、いわゆるソフトパワー戦略のもと、中国もしくは一帯一路戦略のもとですね、中国のゲームをどんどん海外で出していきましょうと、国内を締め付ける、その代わりその、いわゆるストレスを海外のマーケットを取ることで解消しようという一つの政府の流れがあったということで、ここ2、3年のトレンドはこの海外進出支援というところになっております。でこのようにですね、B2B のイベントもやりつつ B2C ということで、今この下の方に写真が出てると思うんですが、本当にその多くの人が集まる、大きなイベントがこのチャイナジョイになっております。はい、
で、今年のチャイナジョイの見どころは何かなというのは考えているんですけども、一つはやっぱりあのこの後、現地からご説明あると思うんですけども、コロナ対策どうなっているかというところです。このアフターコロナの世界においてですね、多分、現状最大のイベントになっていると思いますので、ここが一つの試金石になるのかなというように、見ております。また最近ですとこの米中貿易摩擦、非常に大きな影響がさまざまなところに出ていると思うんですが、これがこのゲームの世界においてはどのように出ているのかということも一つのトピックスだと思います。でそういった中において日本のゲームやコンテンツのプレゼンスはどうなっているのか、いろんなゲーム会社さんがですね、展示されています。日系の例えばバンダイナムコさんが、会場に出展されている。その時にどれだけその日本の、コンテンツを担ぐ、バンダイナムコさんがブースを出されているのか、もしくはビリビリというですね、中国の大手のゲームメーカーさんがあるんですが、パブリッシャーがあるんですが、どれだけ多くの日本の IP を取ってきてお客さんに見せてるか、こういったところでですね、あの日本と中国との、政治的な関係と経済的な関係、ここのプレゼンスを一つ見るというのが注目するポイントかなと思います。あと 5G、こちらが中国はもうすでに大都市では全面的に展開されておりますので、これに対応したゲームもしくはサービスが提供されているかどうかというところ。あと今年はコロナがありますので e スポーツの大会が実施されません。そこで、じゃあそれに代わるですね、新しい何かしら技術的なトピックスもしくはイベント的なトピックスがあるかどうかということは注目に値するというふうに考えております。でちょっと最後にこのチャイナジョイとはの宣伝になります。今日非常に限られた時間だと思うんですけども、さらにですね、我々アリババクラウドといたしまして、日本からチャイナジョイに行けない方々のためにですね、こういった毎日3日間連続でチャイナジョイの会場から生中継を展開しております。こちらもズームでご覧いただけますので、お時間ある方はぜひこちらの方ご参考いただければと思います。それでは続きまして、中国のゲーム市場についてお話をさせていただきます。こちらがですね、世界全体のゲーム市場の規模感になります。もうすでにですね、実はあの日本をアメリカを超えてですね、世界最大のゲームマーケットになっております。でこちら2018年の数字になりますので、当然それ以降の発展を見てもですね、まあ、ダントツ中国が今ナンバーワンのマーケットになっているというふうに言えるかと思われます。またこちらがですね、日本と中国のゲームマーケットの比較、億円単位になるんですけれども、やっぱり面白いところはですね、中国はもうダントツこのモバイルゲームの市場であると。規模が大きいだけではなくてですね、完全にこのモバイルゲームだけでマーケットが開いているとなります。もともと PC ゲームは非常に強い国だったんですけども、これがですね、デバイスの普及と伴ってですね、中国のゲームマーケットが完全にモバイルの世界に来ているということがございます。で最近まさにこう私が取り組んでいたプレイステーションもそうなんですけども、家庭用ゲーム機の参入がですね、この2014年2015年ぐらいからになってきているので、まだまだその市場としては非常に小さい状況になっていて、ここが日本と中国との大きな違いになるなというところはあります。でまたですね、中国市場の特色としまして、まあ、こちらが中国市場のゲームマーケット、いわゆる国内プラス、中国が海外でゲームを売った時の売り上げということで、まあ、本当に伸びてはいるんですけども、まあ、昨年の伸び、2019年の伸び率は 10% ということなんですが、最近非常に伸びているのはですね、この自分たちで作ったゲームを海外に販売している、この売り上げの数字です。本当にですね、これ売買ゲームとはいかないんですが、まあ、ほぼ毎年 15% 近い成長が最近出ておりまして、本当に、チャイナジョイもですね、実は今日午前中、ブース中継をやったんですけれども、非常に多くの会社様が中国のゲームを海外に出しますよと。で、その中でも、日本というのは有望なマーケットであるという話を伺いました。ですので、このようなですね、中国のマーケットというのは、国内だけではなくてですね、海外にどんどん展開していくというのは、これから先日本の、まあ、ゲームですとかエンターテインメントに関わる業界の人間としては非常に注目していかないといけないというように思われます。これからのトレンドおよび e スポーツ、まあ、そのビジネスについてのお話をさせていただこうと思います。まずあの e スポーツですね、あのもう本当に大きなマーケットになってきてますということで、2019年ではもう1000億元のビジネスになってきております。日本円で1兆円を超えているということです。でその中でもですね、じゃあどのような売り上げになっているか、まあ、やはり大半がその、モバイルゲームもしくは PC ゲームも含めてなんですけども、ゲームの売り上げが非常に伸びていると。
というところがあります。当然遊ぶ人が増えたらそのゲームが伸びるというところですね。で加えてやはりこの e スポーツの面白いところというのはその周りのエコシステムが非常に、面白くできていて、その中でも、最近最も伸びているのがこの、ゲーム中継、ゲーム実況からの収入が、非常に伸びてきているというところがございます。でここというのは今までだとこのブルーのゲームの売り上げとは全てゲームの会社さんに行くんですけども、それがプレイヤーにも還元されつつあるというところが、中国の e スポーツの面白いところです。でこちらがですね、中国で e スポーツを遊ぶ人の、人数です、もうすでにですね、約 4.6 億人が、この e スポーツのゲームを遊ぶマーケットになってきています、日本ですとどうしてもそのプロリーグ化というような観点があるので、どうしても一部の限られたすごいゲームの上手い人が遊ぶんでしょというようなのが日本の認識だと思うんですけども、中国においてはもう本当に誰もが遊んでるゲームがたまたま e スポーツに対応しているというような状況になってきています。またですね、非常にこういったですね、売上の方も、まあ、安定して伸びてきているという中で、ゲームの、自体の売上もですね、ほぼほぼ、まあ、毎年 30% 近い増加をしているというところでございます。で、その中でもですね、先ほどご紹介したゲーム以外の売上が伸びている場所としてこのゲーム実況というところがあります。これは何かというと、今こちらの画面が出てるんですけれども、ここである人がこうやってゲームを遊んでる画面をただ流すんですね。でここにそのゲームを遊んでる人の顔が出てきます。でいわゆるこの人が日本でいう YouTuber みたいなもんですね。その人がゲームを遊んでみんなこのゲーム面白いでしょっていうのをこう解説したりやってると。でここにですね、チャットのウィンドウがあって、このね、ゲームを遊んでる人に対するなんかコメントをしたり、これはかっこいいとか、こういう技を決めてくれとか、そういうことをやっていきます。で、面白いのはですね、ここのゲーム実況をしている人に対して、こういったさまざまなプレゼントを送ることができるんですね。で、このプレゼントが、いわゆる仮想のバーチャルなゲームアイテムと同じなので、まあ、実際物を渡せるわけではないんですけれども、これがこのプレイヤーの人に入ってくると、このプレイヤーの人は、まあ、送ってもらったプレゼントの金額と量に応じてコミッションが入ってくると。で、それをもとにですね、このゲーム実況している人たちが、まあ、インセンティブとして活用していくというようなエコシステムが出来上がっています。日本でもニコニコ動画とかでもね、さまざまな場面でこのゲーム実況は進んでるんですけども、やはり中国のゲームがすごいなと思うのは、そのマネタイズに対する最適化が非常に進んでいます。例えばこのアイテムもですね、よく見ていくとですね、毎月毎月いろんなアイテムが出てきてですね、常にそのお客さんが買いたくなるようなアイテムを常に提供していたり、あとはですね、ここの、ランキングというのは、ですね、どれだけのアイテムを送ったのかっていうようなそのランキングがここに表示されたりしています。この会社、東友という会社なんですけれども、この間、中国でもニュースが出てたんですが、現在ですね、ここの会社の社員、まあ、ほとんどがまだプログラマーとかのエンジニア中心なんですけれども、今後、この会社の社員の半数はですね、全部 AI のエンジニアするということを言っています。もうすでに数千人の社員がいますので、これからさらに数千人の AI エンジニアを採用するということなんですね。で彼らが考えていることは何かというと、いわゆるここの画面をですね、全部 AI で解析をしていくと。その中で、例えばこれから伸びそうな映像とか、お客さんが喜んでそうな映像というのを、単にそのテキストとかだけではなくてですね、ここで表示される画面から予測をして、トップページのユーザーインターフェースに還元をしていって、でより売れそうなゲームがどんどん前に出ていって、結果として売り上げを上げていくと。というようなポジティブスパイラルを作ろうというところで AI を今展開しているというところです。で本当にこのゲーム実況というのはですね、もう毎年倍々ゲームで伸びている市場になりますので、このトレンドというのもこれから日本にも来るんじゃないかなと。実際この東友とかもう一つフーヤーという2つ、中国のメジャーなゲーム実況会社も日本に法人を設立しているということですので、まあ、このマーケットはこれから伸びてくるんではないかなというふうに見ております。なので e スポーツは単に遊ぶだけではなくてですね、遊んでる人を見ること自体もエンターテインメントということで、幅広いお客様に今リーチをしている状況が中国のこの e スポーツを取り巻く環境になります。で、これからのトレンドとして、今回のチャイナジョイでも注目をしているところは 5G です。先ほど午前中もですね、いろんなブースを、まあ、実況中継見ながらお話をしたんですけれども、やはりその各キャリアさんの方で 5G とゲームの連動というところは非常に打ち出しをされています。
このようなですね、大容量高速通信を行われることによってゲームがどのように進化していくのかというのはちょっとこれからですね、私もブースの中継を見ながらいろいろ考えていきたいなというところです。あとブースとしてですね、今年のトレンドの一つあるのはクラウドゲームです。クラウドゲームって何かというと、今までゲームを遊ぶんだったら自分のそのデバイスの中でアプリケーションを動かして、でそこで遊んでるというものなんですが、このクラウドゲームというのはそのいわゆるですね、クラウドにプレイステーションだとかモバイルゲームがあって、そこで全部画像を生成したらゲームのアルゴリズム、プログラムが動くんですね。で、手元はとりあえず通信がつながっていて、ライブストリーミングで映像を受けられればいいというような仕組みですね。これをすることによって、まあ、どんどんその、ゲームを遊ぶときにですね、パソコンとかモバイル端末のスペックがどんどん必要になってきたと。なかなかそれに投資ができる人がいなくなってきたっていうときにですね、この、ハードウェアの投資をどんどんクラウドの側でやっていって、お客さんはどんなデバイスでも遊べるようになりますよというところが一つの売りだ、となっているわけですけども、去年はですね、本当にごく一部の会社が技術デモとして、展示をしているだけだったんですけども、今年はかなり多くのメーカーさんが参入して、この上でゲームを配信してお金を取っていますというような報告がありましたので、ちょっとこの後もですね、私の方で調査をしながら、このクラウドゲームの市場というのは、これからどれくらい増えるのかなというのは興味を持っているところです。あと逆にですね、VR、特に今回の展示もですね、これから見なきゃいけないんですけれども、まあ、午前中バーッとブースをいろいろ回ったと、オンラインで回ったところです、ね、かなり少なくなってきているというところがありますので、まあ、こういった中国のゲーム市場のトレンドを追いながらですね、日本でもですね、これがトレンドが日本に来るのかどうかというのを見ていく必要があるかなと思います。で、すいません、最後にですね、アリババクラウドの会社紹介だけさせていただければと思います。はい、アリババクラウドですね、実はクラウドなんですけど、それ以外もさまざまなことをしております。特にこの新型コロナの影響がありまして、アリババクラウドのいわゆるコンピューターの力を使うことによって、まあ、このコロナの脅威にどう戦っていくか、そういったさまざまなプロジェクトが動いております。例えば CT 画像を AI で解析することによって、本当に短い時間でこの人がコロナにかかっていて、どこら辺にコロナにかかっているのかということを解析するというサービスを提供しております。こちらも日本では M3 という会社様とともにですね、聖マリアの医科大学様および200数十のですね、病院の方に今お使いいただいているところでございます。また医療関係の翻訳システムですとか、あと面白いところはこの感染予測ですね。ビッグデータと AI を使うことによって、これからコロナのクラスター爆発が起こりそうな地域をマッピングして、そこに対策班を送り込むというようなソリューションを展開してたりします。こちらもアリババのですね、需要予測のシステムを使うことによって、こういった感染予測を実現することができました。また、ビッグデータの仕組みですね、いわゆる AI の音声合成によってですね、本当に自然な形での対話形式で、コロナにかかっているかどうかというのを問診を自動でやるということで、中国の19の省に展開しております。また物流網の最適化、こちらも AI とビッグデータを使っているんですけども、まあ、こういったコロナのような混乱した状況においてですね、経験が通用しない、こういった時に現状を分析することによって、じゃあどのようなルートが最適なのかというのを自動で編み出すというようなアルゴリズムを作ったりします。またこういった IoT のデバイスも取り組んでおります。また最近ですと、このコロナを受けてですね、非接触というのは非常に受けてまして、遠隔教育でアリババとしてはですね、ディントークというコミュニケーションツールを提供しておりまして、2ヶ月で3億ユーザーが使っております。こういったサービスですとか、あと非接触フードコート、中国ですと最近日本のマクドナルドもそうなんですけども、注文するときにですね、アプリ で注文することができますと。で、最近中国で流行っているのは、じゃあその注文しました、それの引き取りのときも人と会いたくないということで、こういった食品用のコインロッカーのような仕組みをアリババクラウドのマーケットプレイスにも提供しておりまして、じゃあお客さんがここに注文できましたよってなると、ここにこのフードが入ると。で、そこにスマホを持ってって QR コードをスキャンすることで自分のご飯が取り出せるということで、限りなく人との接点を減らしましょうというようなプロダクトも非常に売れております。あとこの非接触コマースですね、本当にその、4億人の方々がいわゆるそのテレビショッピングから携帯電話でこうリアル通販をするような感じです。ここも非常に伸びておりまして、単に街中の売り子さんがライブコマースするだけではなくてですね、農家の方が自分で産直の、リンゴを売るとかですね、バナナを売るとようなことが取り組まれていたりします。また顔認証もですね、今 QR コード決済日本でも普及してきましたが、スマホをそもそも外に出すのが嫌だと
いうことがあっても顔認証で決済したりとか、あとはそのアリババを提供している非接触ホテル、完全自動化のホテルがあるんですけども、こちらも非接触ホテルとして非常に注目を受けているところです。あとこのアリババとしても取り組んでいる、上海ファッションウィークのデジタルトランスフォーメーションを支援させていただいておりまして、こちらでですね、いわゆるグリーンバックの特撮スタジオの中を、CG で映してですね、新しい形のファッションショーを、展開してたりしますというようなですね、いわゆる単にクラウドのインフラだけではなくてですね、こういったさまざまなデジタルトランスフォーメーションのサービスも提供しております。で、実際日本ではどうかというところなんですが、2つのデータセンターを持っておりまして、世界標準の ISO の認証、そして日本の金融情報システムセンターのガイドライン、そして内閣情報セキュリティセンターのガイドラインに準拠したデータセンター2つ日本で提供させておりますので、安心してご利用いただけます。実際多くの日本企業の方にもご利用いただいております。で、このアリババクラウドの強みというのはですね、例えばその世界で実はですね、第3位、Amazon さん、Microsoft さんに続く、クラウドの事業者というふうに、認定をされております。その中でもですね、Amazon、Microsoft と違うところとすると、中国、そしてアジアの、におけるですね、設備とネットワーク、非常に強くございます。また、世界最大の e コマースをアリババグループとして行っております。そこの技術を支えておりますので、アリババ独自のデータベースやセキュリティのプロダクトにも強みがございます。また、我々ですね、非常にコストパフォーマンスを大事にしておりますので、通常、競合のですね、AWS さんで利用されているものですと、アリババに乗り換えていただくと、大体運用コストが3割下がるというふうに言われております。コストパフォーマンスも自信がございますし、そして何よりですね、アリババクラウドは日本に法人を用意してまして、日本人でのサービスを提供しておりますので、安心してご利用いただけるようになっております。で、ぜひですね、この、例えば AWS 使ってるんだけども、高いなとか、サービス良くないな、ぜひアリババクラウドにご相談ください。また、日本と中国をつなぐビジネス、もしくは中国と、日本と東南アジアをつなぐビジネスですね、されている方で、日中間のネットワーク遅かったり、ファイアウォールで止められたり、VPN につながらない、こういった課題も多いと思うんですけども、アリババクラウドの方でサポートさせていただきます。すでに多くの日本企業の方にですね、日中間のネットワークで使っております。でさらに、先ほどご説明させていただきましたようなデジタルトランスフォーメーション、こちらも中国の方でアリババグループが展開しております。こういった、ポイントでですね、何かしらご興味ありましたら、ぜひ、アリババクラウドの大和田までお問い合わせいただければと思います。長くなりましたが、会場の方にお戻しいたしたいと思います。あとこの、毎日チャイナジョイもぜひお時間ある方、ご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。米中貿易問題はゲームの領域でも影響はあるのでしょうか。その際に日本企業における影響はありますかというご質問をいただいております。こちらご回答いただいてもよろしいでしょうか。はい、実際このチャイナジョーに行ってみてもうちょっと見ないと分かんないんですけれども、まず米中貿易摩擦でいうと、アメリカのゲーム、例えばマーベルとかですね、ああいうようなゲームが中国にライセンスアウトされているかどうかというところはあると思います。大体こういったその国際関係で何かしら懸念があるときにですね、そのゲームが販売されないというのはよくある話ですね。といったときに多分ですね、米中貿易摩擦の影響で日本のゲームって影響を受けるとはそんなに思っていないんですが、傾向的にですね、保守的な傾向だった場合には逆に日本の、ゲームのライセンスが出なくなるということもあると思います。ただ先ほどビリビリさん のサイトを見るとですね、去年出てなかったようなゲームが出たりしますので、プリンセスコネクトとか。なので、基本的に今のところ、日本と中国との、コンテンツの貿易については今のところ問題はないんじゃないかなというふうに私は感じました。ありがとうございます。大和田様、午前中中継とかで見られてたと思うんですけれども、まだちょっと初日なので何とも言いづらいところかもしれませんが、去年と比べて混み具合とか何か、ここ変わったなって思われたこととかありますか。まず一番変わったのは小さくなりましたね。午前中は B2B をずっと回ってもらってたんですけれども、去年が、ね、でかい建物 4.5 個使ってやったんですが、今年は 1.5 個、しかも 1.5 個の中もスカスカな状態だったので、ちょっと今年はかなり、なんですかね、出店者が減ってるなというところと、あと全体見てもですね、かなり人が少ないなというように思いました。なので動員数が去年36万人ということでしたが、今年は本当にその半分もいかないんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。 Q&A 入れていただいてありがとうございます。ちょっとお時間に限りがある関係でちょっと Q&A こちらで終了とさせていただきたいと思います。
たくさんご質問いただいたのに申し訳ございません。ました大和田様もありがとうございました。ありがとうございました。では最後、私の方からご案内をさせていただきます。これより退出される際、画面に表示されるアンケートがございます。ぜひこちらにご協力をお願いいたします。また HIS 公式アカウントを作りました。 HIS B2B セミナーということでハッシュタグございますので、ぜひツイッターの方にも気軽にご感想をお寄せください。はい、それでは60分、皆様お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ぜひまた次回ウェビナーでお会いできますことを楽しみにしております。ご参加ありがとうございました。